悲しみを乗り越える方法としてはですね、これね、僕じゃあ母の、死っていう悲しみを乗り越えた時の方法をですね、ご紹介しようと思うんですけれども、僕何をしたかっていうと、結局ね、その人の死から学べることは何だろうかって考えるんですよ。てか、正確に言うと、その人が自分に残してくれたことは何だろうかってことを考えるんですね。っていうふうに、悲しみとかですね、苦しみってね、そこに意味を持たせる。もちろん、母が死、そのね、今でも生きていてくれればよかったというふうに思ってるし、僕いつもね、ここにね、母親の写真置いてあるんですよ、こうやって。はい、これうちの母なんですけど、ここに置いた状態で勉強とかするんですよ。そうするとね、見られてる気がするから頑張れるんですけど、っていう風に、その死にとかですね、悲しみとか別れに対して意味を持たせる。で、これはなかなか最初難しいんですけど、生きてたらなんて言うかなとか、亡くなる時に自分にどういう風に生きてほしいと思ってたのかなってことを考えてあげることによって、それを糧にできるんで、それが一番いいと思います。はい、意味を、見出すということがすごく大事ですね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。